はい、今ですね、フランスのパリにいます。パリの地下鉄1号線乗ってるところです。ガルデリオン駅を先に次の駅に行きます。次の駅がリウリデラット、ディラットかで、次の駅で降りるところなんですけどね、ナティオンって駅で降りるんですけどね。これが地下鉄1号線です。バスティーユ広場とか有名なところだとルーブルの前とかも止まってます、ね、これが中です。結構ね、日本の地下鉄と違ってここの幅が狭いんですよね。路線によっては危険なんでね。